さあ、ももこプロ、奥にアザレアの花はないですけどね、本当にそっくりな、はい、そうですよね、はい、135ヤードで、はい、結構上空の風が強そうなイメージ。ああ、さすがだな、読みが。で、短いとやっぱこう傾斜があるから、うん、なるべく直接ダイレクトキャリーでグリーン持って、そうなんですよね。でオーバーしても、まあ、アプローチしても、ただアプローチしやすい台だから、できればオーバーめっちゃいい。はい、番手は6番手、はい。わお、ちょっとトップ気味だったか。危ない危ない、ストップ。うわ、バンカー。はい、一言。一言。ねえ、なんで来るの、おじさん、おじさん。喜んでおります。喜んでおります。あ、僕は。はい、あ、あの、なんか、一言より、あのおじさんにびっくりします。ちょっと今、怖いですね。怖い。怖い、なんか。じゃあ、僕はホールインワン狙いに行きますから。いつもそれしか狙ってないです。うぅ。まだですね、はい、ここのホールインワン価値ありますよね。本当あると思います。難しい。9番屋です。トムちゃん、泳いで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 、さあ、カブちゃん、はい、135ヤード、はい、はい、いきますよ。何番ピッチング？9番です。あ、9番にしたんだ。はい、もうビットするのやめました。オッケー。いや、乗るかな、心配言い方心配だな。大丈夫、心配だね。あの、ゴルフはメンタルだから。メンタル大事、うん、はい、ちょっと応援してくれるか、うん、応援を入れちゃえ。あ、違う入れちゃう。ホールインワンしちゃえ。まだ経験ないでしょ君。あの、日本ではあります。あ、日本ではあるんだ。あ、そうなんですね。よし、完璧、いい、完璧だよ。ビューティフォー。あれ、どうしてここから打つのかな。はい、どうも。あ、出た外人。時々外人出てくるんだよ。ファラン出てきた。ここに入って。50度。はい、50度。土手に当ててかな。おお。土手好きなんで。もうね、ほんとちょっと弱いよ。弱いの？うん、弱い人はダメだよ、ね、土手があれだ、土手がね、ちょっと手前すぎた。うんもっとせお。じゃあそのまま。聞こえてますか？すいません。すいません。大丈夫。いや、これプロなら簡単ですよ。プレッシャーと思ったら本当に。おお、やべ、普通に。さあ、カブちゃん、スーパーショットのバーディーチャンス。読んでくださいよ。読んで。オーメンコーナー、アーメンコーナーで。あ、汚いうんこを踏んだボールで。あ、そっか、そっか、そっか。そうだね。なんでピースって。いや、やり方分かってないじゃん、それ。
まあ、二人に見られてるの分かってるあ、いい。ノー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 オーケーノーオーケー。一回言いましたけどね。この清掃の目がこうだからね。多分そのままの流れで入った。清掃まで行っちゃってるよ。まあいいじゃん。ロゴルファーだよ。もう飲んでよる。ダーボだよダーボ。色気ある色気ある。いやいや、あの藤原紀香みたいな、なんかこう艶のある声だよ。もうこれ入れちゃいましょうね。どういうこと？いろんな意味で。最高、いい入れ方です。ナイスパーです。これあのメンタルだから余裕で入ると思わないとダメだよ。You can do it with me. Okay, 最高、ナイスパー。外さねえだろ、外せ。やっぱりあのストロークがね、ちょっと良くなったから。ああね、モモコレッスンで。ちょっと教えたくなかった。ね、教えたいなく。後悔してます。ね。後悔。俺は？嬉しいです。嬉しい。じゃあ俺は？モモコプロに。モモコ、あ、ありがとう。ありがとう。ことブダがプロソン、なんか昔の言葉であったじゃない。お礼するなら金をくれ。今忘れようと思いましたね。同情するなら金をくれだけどさ、行動で示さないと。そう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 、あの おまけでヨネックスも紹介。聞きました今、皆さん聞きました、ね、聞いた聞いた。これ動画でアップしたらもうね。これ忘れられない。そう、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。